正式裁判を立ててから約6ヶ月間戦ってきましたが、被告人質問で私は真実をすべて述べました。4月9日の裁判の時に裁判官の方が今の映像を見て僕とは断定できないと言ってましたし、カメラの方も確認できないと言っていたので、先週の有罪判決を受けてすごい悲しく思っています。これだけの映像も出て裁判官が僕ではないということを言ってくれたにもかかわらず有罪判決を出たっていうことに関してすごい悲しいですし、この映像をもって僕を有罪にするのであればこれ以上やっても意味がないのかなと思って、控訴はせずこの有罪というままで終わろうということをこの1週間思いました。濡れ衣をそのままかぶるということになるわけですが、それでいいんですか？よくはないですけど、判決文などを読んでまるで僕の話を聞いてくれなかったような判決ですし、まるでこっちが立証責任があるような感じで第三者は映ってないとか、立証するには9月25日の防犯カメラが欲しいわけですけど、それが手に入るかって言われたら無理ですし、それは無実だけれども韓国の司法にも絶望したから控訴はしないというふうに考えていいですか？僕は納得できないところはたくさんあります。もともと JOC の役員の方が見た映像もこれと同じものだと思っていいんですか？それはわからないですけど、その JOC の人が僕と判断したということが今回証拠になっているので、そこら辺は不思議です。自白したって言われているのが証拠になってて、今回通訳人を証人として呼んだのに来ず、 JOC の方を証人として呼んだわけでもないのに JOC の見た人が僕のことを呼んだということが証拠になっていて、それなのに裁判に出ている僕の話は何も聞いてくれないので、やっても無意味だと思いました。